はい、皆さんどうもこんにちは、不動です。ファイアーエンブレム暁の女神、続きをやっていきたいと思います。徐々にか、ミスト、まあここでいいんじゃない。弓なんて効くかよ。うわっ、ギガファイヤー、うわえ、危ねえ。ギガファイヤー怖え。なんであいつ攻撃してこないの。ギガファイヤー、どうしよう。手あり装備で松明もう使っちゃったんだよな。え、キラー、やばいやばいやばい。待って、ここさあ、でも結構離れてるな。壁を作れない、どうしよう。どうしよっかな。アイク、うん。うん。テネリオ。ここ。ギガファイヤーなら大丈夫だろう、ハールは。ギガファイヤー倒しとくか。ギガファイヤー当たらないで当たらないで。ああ、当たった。ああ、おお、速さ伸びるな。なんなんだこいつ、最強じゃねえかよ。メグに分けてくれ、その成長。アトリも嫌いじゃないんです、全然好きなキャラなんですけど。よし、これでいいだろう。あ、ダメダメダメ、あ、ダメじゃない、ダメじゃない、ダメ。ユファーはちょっと怖いから引くで、ニケはじゃあ下に行くか。おお、誰もいない。いいのかい、そんなことしたって。当たる以前に避けるし。はい、空振り。聞くと思っているのかい。でも普通のソードマスターで必殺が10もあるとか、なんかやばいな。やっぱ怖いな。助けてエリーク。うわっ、いで、はい、キラーアクス、何それ。はっはっはっは、いいね、手あり節約。ジャットホースキラー攻撃してきた。ホースじゃないからちょっと見送ってたのかな。でももういいや、攻撃しちゃえみたいな。当たっちゃった。はっはっは。やっぱ、防御無視はでかいよな。アーマーに対して。アーマー防御が売りなのに、守備が売りなのに、守備無視の攻撃をする。かなりやばい。あ、なるほど。
倒しとくか。ヘイ、よし、必殺プラス15、強いなぁ。テネリー、よし来た。おお、やりおる。確かボススレンドスピアじゃなかったっけ。ああ。そう、反抗期か。くらえ。ヘイ。ヘイ。アイク、空気を読め、空気を、空気を読む、うん、なんか最上級職上がりが悪い気がする。お、誰もいない。もうこの辺だけか。よし、やっとここまで来た。ミストに回復してもらおう。あ、動かない。なるほど。じゃあとりあえずシノンで削るか。シノンで削ろう。あ、や、魔力伸びねー。ショートアックス。よしよしよし。33。いい感じに削れたな。ワンショートアクスか。じゃあテネリオで。眠ってるのかこいつ、かわいいな。あ、じゃあ普通に攻撃してもいいね。普通に攻撃しようか。倒しちゃう。そうか。うおー、結構いるな。リブロ持ちちょっと倒そうかな。でも多分動いてこないと思うんですよ。さすがにさっきのやつは範囲に入ってただろうから。これでセネリオだ、チクチクするか。久しぶりの、久しぶりの新感チクしよう。いけるか、イオファー。いける。弱、寒くない、半ズボンで。よし、うん。うおー、あんまり力だけか、やっぱあれ。倒すか。何も怖くない。よし、ナイスキャンセル。あ、どうしてもしなくてもどっちでもいいんだけど。
よし、速さ来た。オッケー。言うてレベル9か、もう。成長したな。いけ。おう。なるほど。それより風のレベル上げよう。風のレベル。よーこう。まあ、神官も魔法の高さが売りの職業だから、魔法を無視されたらたまんないよな。よし。S。S か。また上げなきゃいけないな。SS にしないとレクスカリバー使えない。銀の斧か。削るか。じゃあ、ワユは左のビショップ倒しに行こう。ミストでもいいや。威力がある。やばい。えい。いた。シノン。シノンボス、ボスだろう。おお、強いね。カヒタリーノ。アイクで倒すか。あ、当たんねえな。当たんねえ、当たんねえ。フレンドスピア。アイクで取る。たまには。速さが速さが29。うわー、ゼネリオ追撃される。攻撃38、38だから16の2回攻撃耐えるな。怖え、速さ29とか、これ絶対ファルコンナイトの最大値超えてんだろ、これやばい。ついとくか。うわ、やばい。やめとくか。次のターンで。あ、これ永遠にミスト。あ、これでミスト、あれ。ホーリークラウン使えるまでしようか。邪神のしもべよ、貴様にしよう。何これ。惨め。新しい死を聞いてた通りか。話の通じる連中じゃないな。そうだな。どんぐらい行く？支援あってこれか。行った。へい。あ、外れた。えい。うーわ、きついな。うーわ、きついな。死にはしないけど。Y は抜かれないよな。んでも、弓で攻撃するのはちょっとな。すぐ死んじゃいそうだし、ちょっとずれん。死を。その邪悪なる本能にふさわしい死を。お、いいね、空中戦かっこいい。おお、やってくれた。もったいねえ。まあいいや、ミストのチクチクに使うか。
あとはもういいかな。あと一人だけだろう。じゃあミストがレベル20になるぐらいまでやるか。よし、完成。魔力、魔力、速さ、魔力、魔力。よし、終わりだな。じゃあクラスチェンジして倒して終わりますか。バユの剣を預けてたんでね。技がカンスとか。いきますか。よし、やっとこれでサイドができる、杖が。バルキュリアだっけな。一体その馬はどっから来たんだ。まあこれでか弱いというか、やられる、すぐやられちゃうような弱さじゃなくなった。バルキュリア、グレル傭兵団のミスト、馬上で杖と剣を振るって活躍する太陽。命中が205。げ。じゃ、いっか。多分、セネリオで、とどめを刺して終わりにします。倒せるかな？倒せる。よし。長かった。もう不幸なことが起こりすぎた、このショーは。これで全てだな。不意に現れ、盲目に襲ってくるか。厄介な奴らだ。いいな、大丈夫か。あ、はい、ありがとうございます、アイク殿。どうして化身して戦わなかった？クルト様がひどく怯えるのです。それで。これ以上ほっとくわけにはいかんな。おい、クルトナーガ王子。う、うん。どうした？俺がわからないのか？来ないで。アイクドの剣に付着した血の匂いのせいではないかと。これか。
ほら、剣はもうない。これなら平気か？はい。もう一度聞く。俺が誰だかわかるか？はい。ゴルドアで一度お会いしましたね。ああ、あの時は世話になったな。船が座礁したところを助けてもらったり、食料や飲み水を分けてもらった。ほんとそうだよな。しかも何も無償で。はい、覚えています。あなたは私が初めてお会いした他国の方ですから、よく覚えています。また会えてよかった。あの時はまともに話す時間もなかったし、事情があってちゃんと名乗ることもできなかった。俺はグレール傭兵団のアイク。あんたのおかげであれから無事に航海を終えることができた。改めて礼を言わせてもらう。ありがとう。そんな、私の方こそあの時はとても嬉しかったんです。書物でしか知ることのなかったベオグの方に会えて、少し浮かれすぎて失礼があったんじゃないかと。そんなことないぜ。むしろこっちが失礼だっただろう。後で思い返しては落ち込んでしまうほどで。失礼はこっちの方だろう。口の聞き方も知らない無礼なクソガキだったのに、今もそうだぜ。あんたは笑って許してくれたな。本当に感謝している。はい、お役に立てたなら光栄です。クルト様、私は席を外しますので、お二人でゆっくりお話しください。悪いな。いえ、改まると少し緊張しますね。クルトナーガ王子、あんたにどうしても聞いておきたいことがある。何でしょうか？不幸な話で悪いんだが、あんたがなぜデイン軍に味方したのか、その理由が知りたい。それは、思い出すのも辛いかもしれんが、できれば話してほしい。私は姉を助けたい一心で、父王の言いつけを破れました。国を出ようとしたところを稲に見つかったので、仕方なく彼女も連れてデインへ。姉？あんたの姉さんがあの時デインにいたってことか。はい。私には兄と姉が一人ずついました。ラジャイオンだろ。姉の名はアムリタ。先のデイン王アシナードの火でした。俺が倒した凶王の火がゴルドアの王女だと。そうです。あの方は私の大切な姉上。そして。で、こう、アムリタの息子が、あいつなんだよな。ラジャイオン、兄上にとっては、ただ一人の妹でした。ちょっと待て。ラジャイオンは、凶王の気流にされていた竜林族の男の名だったはずだ。イナの稲漬けだという。アイク殿は兄の最後に立ち会われたのでしたね。聞かせてください。兄の死は本当に安らかなものだったのでしょうか。ああ、本当だ。デイン王によって歪められた体は、ユシオンたちのガルドルで元に戻ったんだ。人に戻ったラジャイオンは、イナの腕の中で微笑み、眠るようにしていった。そうですか。ありがとうございます。それを伺えて、ほっとしました。すみません。私はずっと取り乱してばかりで。いや。父に次ぐ力を持つ兄が、あのような目に陥ったのは姉に原因があったのです。だから私は父に何も打ち明けることができなくて。それであんたと稲だけがデイに来たって話に繋がるわけだな。すまん。他人の俺が軽々しく聞いていい内容じゃなかった。いいえ、話すことで少し楽になりましたから。ならいいんだが、本当に悪かったな。今日聞いた話は俺の口から外には漏らさん。約束する。はい、ありがとうございます。さっきの話も漆黒の騎士の件も、すべてはデインに結びつくか。俺はまだあの国との因縁から逃れられないようだぞ、親父。いいな。よーし、もう。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。